美味しかった。今日はありがとう。バイバイ。あの人言派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。なんだこれは。合流会の連中か。そこどかんかいボケ。またお会いしましたな、キリュウハン。ここから先は一歩も通さない。今日は龍二さんもおらへん。アンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。
交流会か。はい。高田龍二、おはよう桐生派。葬儀の日に殴り込みとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多うてかなわんわ。やめえ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何もいや。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしゃてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってましたわ。まあ人手不足の東条会さんならしゃあないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング。会長代行は未亡人のオーバーハン。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきますわ。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いがどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。郷田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもらってます。目的は杯を阻止するためか。ええ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなど